皆さんご機嫌いかがですか？リビングライフの時間です。私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直哉と申します。今日もリビングライフのテキストを使って皆さんと共に御言葉の素晴らしさを味わいたいと思います。今日は9月の10日木曜日です。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙4章8節から13節までです。リビングライフのテキストのタイトルとしては、神が力を与えてくださるので全てのことに感謝しますとあります。このことの意味を考えながら共に御言葉を読んでまいりましょう。ピリピ人への手紙4章8節から13節。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば、平和の神があなた方と共にいてくださいます。私のことを心配してくれるあなた方の心が、この度ついによみがえってきたことを、私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。今日のテキストの箇所は、ピリピ人への手紙の4章の8節から13節までです。リビングライフのテキストでは、この箇所が2つに分けられていて、前半の8節と9節、そこにはサブタイトルとして生徒の心構えとあります。後半は10節から13節まで、そこには生徒の生活態度と記されています。生徒の心構えと生徒の生活態度というのは、私たちがどのような心を持つかということ、それが第一ですけれども、しかしそれが心で終わってしまわないで、それが実際の生活にどのように出るべきなのか、それが生活態度ということになっていくと思うんですね。まず、でもその生活態度が決まる、生活態度を決めるのは私たちの心構え、私たちが何を思うか、何を考えるかということによって決まるわけですね。そのことで、パウロがこのピリピの教会の人に書いていること、特にこの8節の言葉に注目をして読んでみたいと思います。8節の言葉をもう一度読みます。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさいとあります。心を止める、心を、そこに集中するということです。私たちの周りには、いろんな情報があり、いろんなことが取り囲んでいますけれども、どこに心を向けるのかということが大事なわけですね。ここにまず第一に、このすべての真実なこととあります。真実なことというのは、真実な神のこと、神の御言葉に心を向けるということにつながっていくと思うんですね。しかし、この我々の周りにはサタンの誘惑がいっぱいあります。サタンというのは、もともと偽る者というふうに呼ばれていました。
ですから私たちの周りには我々のこの信仰を試すようなこの偽りの考えや言葉、そういうものが押し寄せてくるわけですね。ですからそういうものに流されないで、私たちはいつもこの真実なこの御言葉に心を向けるということがどうしても必要だと思うんですね。それから次に、すべての誉れあること、正しいことと書かれています。この正しい、我々の周りには、この誉れのあることとありますけれども、それは、本当にこの価値のあるもの、本当の意味での価値のあるものということでしょう。そのようなものにこそ我々心を留めなければなりません。また清いこと、愛するべきこと、また評判の良いこととも書かれています。何よりも私たちはこの清いこと、今の時代は不貧困の時代ですから、本当にこのいろいろな、性的なものに対しても、本当にこの不道徳なことがたくさん、あるわけですね。でそういうものにこの心を奪われないで、思いを影響を受けないで、いつも清いものを求めていくことがどうしても必要です。そしてさらにこの愛すべきことというのは、私たちの心を本当に美しくするもの、本当の意味での人間としての魅力を高めていくべきものというものであると思います。さらに評判の良いこと、他の人にも語る価値のあるものということでしょう。そしてさらにその他、徳と言われること、称賛に値することがあるならばとパウロは言っているんですね。道徳的なこと、また本当に他の人にも進めていくだけの価値があるようなもの、そういうものに我々は心を留めなければいけないんですね。ですから私たちの一日の生活の中でいろんなことが我々の周り襲ってくるわけですけれども、心を向けるのは我々の責任ですから、自分の意思でこういうものに心を留めなければならないんですね。そうするとその約束として9節に、あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいますと約束されています。心を向けて、そしてこれは後半につながっていくんですけれども、その心を止めたことを実際に行っていくということの必要が書かれていますよね。特にこの9節に4つの、私から4つのことを行ったと書いてあります。何かというと、学んだ、私から学んだこと、私から受けたこと、私から聞いたこと、また私から見たこと。学ぶというのはただ頭で学ぶだけではなくて、この受け取っていく、そしてそれを本当によく聞いてよく見て自分のものとしていくという、ただ単に聖書をさっと読むだけじゃなくて、それを本当に自分のものとして受け取っていくということの、そのもう少し深く突っ込んでこの御言葉と取り組んでいくということが示されているように思うんですね。で私たちがそのようなことを実行していくときにどうなるかというと、平和の神があなた方と共にいてくださるということを本当に強く実感するようになると思うんです。私たちは本当に不安な時代に生きていますけれども、でも平和の神ご自身がいてくださるのであれば、我々は何も恐れる必要がないということを、そのことを覚えておくことが必要でしょう。そして後半は生徒の生活態度とありますけれども、実際にこのパウロとこのピリピの教会の人々との間にはいろいろなやり取りがあったわけですね。ですから10節を見ますと、私のことを心配してくれているあなた方の心がこの度ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜びましたとあります。ピリピの教会とこのパウロが本当にこのようにお互いに信頼し合っているということがあるわけですね。そして、パウロはこの11節のところでこう言っています。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。パウロが伝道生活をしていくときにはきっといろいろな、経済的な必要もあったと思うんですね。ですから乏しいこともきっとあったでしょう。でもパウロ自身はこう言っています。12節、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと言っています。それはなぜかというと、この13節の信仰告白に、私は私を強くしてくださる方によって
どんなことでもできるのですという信仰があったからなんですね。私はそのいろんなこのものがあれば目に見えるものに頼りがちなんですけれど、パウロはこの自分の中に働いて私を強くしてくださる方がいる、その方を信頼していたので、あらゆる境遇にあっても対処する秘訣を知ることができたんだと思います。私たちも神様を知れば知るほど、あるいは神様を信頼すればするほど、どのような状況にあってもパニックにならずにそこを乗り越えていく力が与えられていく、これが聖書の約束であり、平和の神があなたと共におられるということの確信になっていくのです。今日の箇所では最後のところでパウロが、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるという本当に力強いこのメッセージを語っているんですが、その背後にあるのは神様がいつも自分と共にいる、自分を強くしてくださる方がいるという、やっぱり神様にいつも信頼していたからだと思います。ですからパウロが言ったように、心を止めるべきものに心を止めて、いつも神が共にいるということを確信しながら歩んでいくことが大切ではないでしょうか。それではお祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日の御言葉でパウロは神様を本当に信頼して、神を信じるならどんなことでもできるとさえ言っていました。私たちもどうかふさわしいものに、心を止めるべきものに心を止めて、平和の神がいつも共におられることを確信しながら、どのような状況でもそれに対処していくことができる、どうぞ一人一人とならせてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。